おっちんすげえ顔してんな。皆さんどうもこんにちは、ダイタでーす。ピクミン4やりましょうか。はい。さて、今日なんですけど、まあ前回の続きからいきましょう。前回ね、夜の探索行ったらね、ドドロがいて、まあ苦戦して初めての失敗をしてしまいましたということで、葉っぱ人、助けきれてないんですよね。なんで今日はね、その続き、またやっていきたいと思います。はい。ということで、夜の探索の続きから、ということで、ここで、巨人のかまぼこじゃない、かまど。ここで行きたいと思います。じゃあまだ喉の調子悪いので、声出しづらいんですけど、申し訳ないです。はい。では行こうか。まずはここ、丸太街道から。ここは、光塚が2つありそうだよ。来た。2つもあるところ。久々に2つ来たな。2つあるとむずいんだよ、ほんと。よし。それでは行ってきましょうか。レッツゴー。冒険が今、始まる!行きます!夜探索、クリア後の夜です。ここから本番やぞ、マジで。さて、巨人のかまど。頑張るぞ、みんな。ねえ。光ピクミンは、潰されたり、食べられてしまうって書いてる、左下。うん、岩ピクミンは潰されないからね。岩ピクミンの方が強くないか?みんな、長所がね、それぞれ得意なことがあるってことですよ、みんなピクミンには。俺たち人間もそう。みんな得意なことあるだろ?そんな、バラバラなんだよ、人間ってやつは。ごめん、コントローラー落とした。よし。さあ、かまどのステージ。行きましょうか。めっちゃメラメラ燃えてるけど。おお。で、どこにあるの?光塚。あ、奥に見えるわ。これやばいな。じゃあ、ちょっと待って。おっちんは、オレンジ色に行ってもらおう。オレンジにしておこう、オレンジ。あれ?光ピクミンがこっち来ない。え、来た来た来た。よし。よろぴくー。よろぴくみんして。はい、帰ってきて。はい。オッチも行った?よ。はい、みんな来てね。はい。運んだらこっち来てね。ウェイ!あと、どこいる?奥にもあるな。よし。なんかめっちゃ燃えてるやつも来てる。やばい。みんなで運べ。みんなで運べ。よし。全然足りねえこいつ。お前パンチやん。ダイタルパンチ。いやーベロベロしてる。ダイタルパンチ。よし。みんないる?ふてやつけとこうぜ。なんかちょっとめんどくさいし。ダイタル光ファースト!ほらー!ういー!ご苦労様でーす。よし。オッチの方も見とこうかな。オッチの方にも、ちょっとあるやろ。コンペイト。コンペイト回収しとこうぜ、オッチン側も。よし。まだ、原生生物全然襲いかかってこないから、今のうちに、ね、やれることは、やっときたいなと思う次第でござる。ここにもあるね、いっぱい。よし。いっぱい、集めようじゃねえか、これ。ミニレーダーで確認せんよって。もう来てるって、もしかして。やつら!お前、ないねほら一撃かいオッチオッチ体当たりで終わっちゃう。オッチ強。ねえ。なんだお前は!ほらー体当たりーよいやーご苦労さーん。やばい、強すぎる。よし、光ピクミンは足りてます、多分。ダイダラ君の方と、ダイダラ君の方。あんま見てなかった、ダイダラ君。ダイダラ君結構健康やからな。結構健康やからなって、マジ、適当なトークやめた方がいいで、俺。よし。俺結構健康やからね。健康体当たり、レッツゴー!ほらー!バラバラにやれ!よし。健康やからな、俺。よし。そこも運びいいの?いや、いいね。ダイダラ君健康だね、これは完全に。うわー!クマチャーピー来た、クマチャーピー。クマチャービーはやばいな、これ。いけるかな?だー!一旦集合みんな!あ、やっつけるだな、これ。多分。今の。やばい、大々色がやばいって。大々やばい。牽制生物何とかしようって、分かった。いや、あっちやばそう。あ、なんかいる!いや、やばい、こっち、こいつはやばい。
よし、ほい。お前はマジでやめろ、マジでやめろ。やばい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 っす。それは食べるな、お前。ちょ待って、ちょ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 、間に合え、早く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 、壊れ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 、まずい、マジでマジでマジでまずい。ほい、よし、あ、食べられた、ちょっと OK、 またある、よし、そこは OK、 ここも OK、 どうやこれで。いや、こっちもやばいことやってる。青色ビーチ、ちょ待って待って、まずこいつらやっつけて、はい、よし、おやい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 や、めちゃめちゃおる、やばい、食べられちゃった、パンチ、青青頑張って、こっちは大丈夫、こっちは大丈夫、はい、よいしょ、ほい、ちょっとこれ運んで、なんか奥が来てる、まだね、ダイオデメマダラみたいなやつがいるんだよな、あれが来てるのがやばい。よし、ミニレーダーで確認せよ、やってるけどこっち大丈夫だね、あとこの2匹で終わりだと思う多分。よし、ご苦労様でーす。さあ最後だ、時間やばいもんな、一旦運んどくか、これ心に余裕を持たせていこう、心にも余裕を持たせて、スーパー光バースト、俺のパンチは効かへんで、こいつには通過やっつけれる、よーし、ご苦労様でいいっす、終わったやろこれで、終わった終わった終わった、ふー、いやちょっと危なかったマジで、うわすごい、ゲセテープ全部いなくなっちゃったっていう、頑張ったよ本当、片方マジで危なかった。光ピクミンは食われてもやるしかないね本当、よくやった、大だな、オッティ。体力さえね、残っとけば勝ちだもんね、結局のところ。光塚の。それじゃあ、3つ回復。これで2人とも、もともと通りじゃん。よかった、ほんとに。はい。というわけで帰ろう。オリマーが、多分また迎えてくれるよ。よし。疲れた、今日も。はーい、というわけで帰ってきました。ただいまーす。ちゃんとオリマーもいる、やっぱり。嬉しい。いや、変わってくれよ、オリマー。ディンゴでもいいよ、ディンゴでも。39日目。よーし、というわけで採取成功でーす。2つの光の蜜、2つの薬をゲットして、もうこれで全員完璧完全治療です。多分。やる気めっちゃ上がったな。いいね。誰だ今回復活すんのは。夜の探査がお疲れ様でしたーって、新米君たちのおかげで薬が作れるようになったよっていう、よくやった、朝までに薬を完成させるよん。さあ今回どんな人だろうね。よーし、全ての人を治療せよ、もうちょっとで終わる気がする、そんな気もしなくもない、頑張っていこうか。よし、さて40日目、もう 40? 何日やっとんねん俺このゲーム。すごい量やで、ほんと。おはようございまーす。さあ、治療しようぜ、新しい人。ドゥドゥドゥン。よーし、早速治療開始だ。アイコピーだよー。さて、どんなことになるのかな。こんにちは。おーおーおおお。なんか俺みたいなやついるな、右のやつ。俺の色違い 2P カラーやろ、俺の。大体の 2P カラー来た。ラサプソ。ねえ、誰も見たことない景色を描きたいと思い、新学生ツアーに参加した画家、画材をどっかに置いてきてしまったって。ねえ、レニーズ、人気番組のディナーの達人の初代チャンピオンですね。今かつてない味を探求する旅に出ていたか、番組ファンだった団長の依頼を受け、調査団に同行した。ねえ、料理の達人ですね、すごい料理すごい人と画家さんですね。なんでそんな特殊な人がいっぱい集まってくんのここ。ねえ、不思議だね、ほんと。さて、なんか一応もらえるのかな。おお、お宝いっぱいです。ありがとうございます。50資材サンキュー。もっと鑑定させねえって。オッケー、
だいぶ集まってきたぞ、ほんと。すべてのお宝回収しろって、もう終わっちゃうもんね。さて、次、あ、パイロットの人だ。うっす。治療はかどってますねー。来た。葉っぱ人15人以上治療せよ。もうめっちゃ助け取るわ。17人が次。まだまだいっぱいいるな、葉っぱ人って。はい、で、ディレクターとかいるかな？おりまーす。じゃあ、こんにちはーっす。え、この勝負あんたの勝ちだ。ねえ、これなんだっけ、たくさん原生生物倒すやつかな。来た。1000匹以上倒せ。すげえやったな、俺。ごめんな、そんなに原生生物。命を奪ってしまった。そんなに俺、倒してたんだね。怖いわ。さあ、この人。来た。ねえ、料理の人。ねえ、ありがとう。俺の旅がここで終わってたまるかって。俺はレニーズ。シェラン調査団の同行している料理人。まだ知らぬ味を求めて旅をしている途中なんだよ。頑張ってね、調査団の人ですね。さあ次、この人、俺の 2P から。似てるね、俺と。僕はラサプソ。また絵が描けるなんて嬉しいよ。たくさんの人が集まってて作品を生み出す刺激ではことがかないね。こんな時でも絵描くんかな、この人は。頑張ってくださーい、ということで。どうしようかな、ちょっとまだ今日本調子じゃないから、ちょっと図鑑ちょっと見て終わろうかなと思います。図鑑を見て。ちょっと短いなるけど動画はね。ごめんな、みんな。すっげえ短いかもしれん、動画。さて、今回の新しいやつ、ちょっといますね。え、こんないたっけ？水豚。あ、初めてだったんだ、水豚って。水吐く豚ですね、水豚って。ね、水吐け、ほら。ね。で、結構綺麗な水吐くな。口の周りが青いのは水。赤いのは火。そう覚えとけば間違うことはありません。一日の終わりに水豚ちゃんのシャワーで汚れようと疲れを落とすという、そんな生活できたら最高ですね。シャワーくんですね。ね、ヒフギブタドックリの変種。発火触媒を生成するいくつかの酵素が遺伝子欠落によって合成されないため、触媒に至る数ステップ前の液体のまま噴出される。この変異体が出現したのはごく最近であるが、その遺伝子特性がかなりの確率で遺伝するため、現在ではその個体数をかなり増やしている。元は変異種なんだね。なるほどな。さあ次、クモですね。ダマクモキャノン！やばいやつ来た。ほら。怖いぜ、ダマクモキャノン。細胞を持ち、その代謝があって、こう残す。それが生き物の定義だと思われて言われています。ですが、そんなちっぽけな常識だって、この連射法で吹き飛ばしてしまいましょう。ロマンが触れる機械な生き物ですね。っていう。いや、化け物だろ、こいつ、機械の。なんなん、こいつ。ほら。なにこれ。キモいんだよな、やっぱダマクモキャノンって。俺、でも、ディスコは好き。ディスコは。パーティーが始まるから。パーティーしようぜ。なあ、パーティーしようぜ。お願いだ。パーティーを、パーティーを、来た。イエーイ。いや、BGM がめちゃくちゃいいぜ。ダマクモディスコ。いや、もう一回会いたいな、俺、おめえと。わあ。マジノリノリなんだよな。すげえ好き。ダマグモインフィルノか。ねえ。あ、これ見てないだね。これ、大金持ち。小金持ちのすごいやつ。金色に輝くのはメッキではなく本物のゴールド。なんと、土壌の中の金を集める性質を持ってるんですね。残念ながらめったにお目にかかれません。何もしないから私の目の前に現れてっていう。何もしないから来てっていう。本当、俺も何もしないから。何もしないからみんな1万円貸してくんない なんか違うか。ねえ、さ、地中を鉱物、地中の上鉱物を餌とする甲虫の一種。ほとんど市場に出ることなく観察されることはごく稀。餌は鉱物であるが、甲虫自身を消化する能力がなく、体内に住まわせたメタバクテリアの働きで消化吸収を行う。生成される金属はクソとして排出されるが、プラチナや金などのレアメタルは体格で結晶、角を石し、美しい輝きを解き放つ。やっぱすごい、金とかプラチナとかそんなのが、ね、できてるやつなんだね。さ、次出たこいつ。体当たりじゃないと倒さない、めっちゃめんどくさいやつ。近づくとお花をぐるぐる回してくれるので、縄跳びトレーニングするのにもいいでしょう。さらに爆弾をポイッと投げてみると、長いお花を上手に使って打ち返してくれる。スポーツ選手も顔を向くわけの離れ技ですね。花だけにっていう。こいつ強かったよな、地味に。倒し方わからんかった。2回体当たりしなあかんね、こいつ。さあね、長い鼻には骨や関節はなく全て筋肉でできており、とても柔軟に曲げ伸ばせる。硬い皮膚は格子構造になっていたコラーゲンが分厚い層を生成し、体全体を覆っているが、腹部だけは素肌があらわになっている。
発達した鼻は大きく重たいため、普段は内側に丸めて体の重心に近い部分に収めているが、縄張りを犯されると鼻を伸ばして振り回し叩きつけるなどして攻撃する。ぶん回してんだね。小鼻叩き同様、敵全体重心における鼻の割合が高く、バランスが悪いため背後や横からの衝撃を加えられると簡単に転んでしまう。なるほど、そうやって倒すんだよね。バランスが悪いやつやから、なかなか難しいやつやで。さあ、今回出てきたのはこんなもんかな。ほんとね、ドド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 ロ、お前よう出てくるわ、ほんま嫌いや。さあ、お宝図鑑も少しだけ読んでおきましょうか。なんかいっぱいあるから、確かお宝図鑑ってね。おー、おいしい。あ、プリンだ、来たね。憧れのプル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 プリン、うまそう、うまそう。さくらんぼがいいね、さくらんぼがいいね。ほら、プルンプルンよ、プルン。うお、逆さまにしてもくっつくぐらいプルプルよ。どういうことや。ねえ、今アクションってボタンあった、もしかして。アクションボタンある。あ、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 プルプルする。すごいよこれ。ちょっと震えるだけでプルンプルンと揺れる。今にも崩れそうで崩れない豊かな弾力。この魅惑の揺らぎに見入られた者は誰もがその頂に登る。お腹いっぱいにプルプルを頬張る夢を見ることでしょうっていう。うまい。プリンはね、山ほど食いたいよね。さて、プルプルした者は子供の心を魅了する。目の前にそびえ立つこのプルプルを見たら、きっと私の子供たちは飛び跳ねて喜ぶだろう。私はいい大人なので抑えているが、誰よりも先にあのプルプルを登ってみたいと実は思っている。大人も子供ね、子供も、子供は全員みんな子供。俺も子供です。だから譲りません、俺が食べますね。何が言われようと俺が食べます。何、みんな欲しいもある、このなんか杖をあげるわ、うん、あと全部俺のね。やったぜ、1個だけでいいか。でまだ次回読もうぜ、残りは。はい、というわけで皆さん、じゃあ今回ここまでにしましょうか。すいません、まだちょっとリハビリ中ですので、ちょっと体調不良が続いておりますので、なるべく投稿数だけはしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。はい、それでは、終わりたいと思います。チャンネル登録した方、チャンネル登録、高評価よろしく。また次回の動画でお会いしましょう。おつぼよ。